投了とは、ボードゲームなどのゲームにおいて、不利な方が負けを認め、本来の対戦終了となる条件が成立するよりも、前にゲームを終えること。他の表現として、投げる、ゲームを降りるなどとも言う。投了が行われる時期としては、勝利の見込みがない、戦意を喪失してしまった、などがある。単なる時間や、労力の無駄をなくすためだけでなく、勝負にならない対局を継続することは、 対局相手に失礼になるとする考えがある。一般に投了優先の原則があり、反則等があっても指摘せずに投了した場合は、投了を優先する。オセロでは石数によって、勝敗を決定する場合が多く、そうでない場合でも、最終局面まで打って、石差をはっきりさせるのが一般である。バックギャモンは勝ち方、負け方で得点が異なるため、終了間際までプレイする。 これは難点の価値になるのが確実と判断されたとき、双方の合意で終局となる。以後では、自分の手伝いで、ありません、負けました、参りました等と発して、頭を下げることで、投了の意思表示をすることが一般的である。また、揚げ浜を盤上に置くことも、投了の意思表示となる。揚げ浜を持っていない場合は、自らの意思を盤上に置く場合もある。 以後のルールを覚えたら聞きは無同投領のやり方は2018年6月22日以後のそこが知りたいより考察投領により勝敗の決着がついた場合中押し勝ち中押し負けと呼ばれる日本以後規約では第11条において対局の途中でも自らの負けを申し出て対局を終えることができるこれを投了王というその相手方を中押し勝ちという と定められている。将棋では、自分の哲いでによって、投了の意思を表示することができる。特にプロや甘講談者などの対局では、寄付を汚さないように、うまい手を出現させた時点での投了を、一手違いの形にしてからの投了など伸び枠が存在し、最終的に完全な積みまで指すことは、ごく稀である。投げ場を求める、などと言われる。将棋で投了となる局面は、 大きく次の三通りに分けられる。積み地玉に大手がかかっており、地玉が即罪となることが分かったとき、前日の通り最後の罪まで刺すことは稀。必死地玉に必死がかかり、かつ相手玉が積まないとき。また特に上級者の場合は、必死に類似したケースとして、地玉に大手がかかっているが即罪でない状態、または、 地玉に詰めろがかかっているが完全必死でない状態であっても地玉がどう受けても大手詰めろの連続で最終的に必死がかかってしまう状態であることを読み切った場合に投了することも多い。繊維喪失から駒損が著しい攻めが続かなくなった自陣だけが壊滅的な状態になっている。一方的に入力されたなどの理由で勝ち目がないと判断したとき、 なお二歩などの反則が発生しても対局者が気づかずに、差し継ぎ終局となった場合、以前までは反則に関わらず投了による終局、勝敗が優先であったが、2019年10月1日に、将棋連盟対局規定の一部変更され、投了に関わらず寄付優先となり、反則したもの,の負けとなった。先日手はこの限りではない。 2007年10月30日に行われた第66期順位戦、C 級二組六回戦、先手、豊島正幸四段後手、真鍋和夫八段の対局では、真鍋が直後に極めて有力な攻めの名手を発見していたにもかかわらず、それを指さずにわずか33手で投了した。この時真鍋は段をわずらっており、 その名手を指すと豊島が王手に困り長江に沈み、自らの体が持たないであろうと判断して投了したという。詳細は、真鍋和夫幻の名手4に角を参照。連獣では、先に五連を作った者が勝ちとなり、黒が金手を打った場合はその時点で白の勝ちとなる。しかし、相手が十三を打ち、防ぐことが不可能な場合は、五連を待たずに投了するのが、 一般的である。有段者の対局ではそれ以前に投了することも多いが、4を追いがちの途中で投了するのは美しくないとされている。チェスにおいては、デザイン、負けましたなどと発し、握手をすることでゲームが終了となる。自分のキングを倒すことでも投了の意思は発せられる。倒すふりや、掴むだけであることが多い。相手の手伝いで投了してもルール違反ではないが、 相手の考慮を無駄にさせるため、投了は自分の手伝いで行うのがマナーとされる。トレーディングカードゲームでは投了などを認めているタイトルと禁じているタイトル双方が存在する。後者の理由としてゲームを意図的に長引かせる戦術トランスや、1回の勝利で2ゲーム分の勝ち点を得るカードが存在しているためなどが挙げられる。麻雀では一位や事前に進出する。 可能性が現実的な方法でなくなってしまった場合であっても、明確に投了に相当するルールはなく、例えば日本で一般的なルールの場合、搬送や東風戦等のゲーム単位で見れば、ぶっ飛び終了にならない限りゲームが途中終了することはない。目なしになってしまった場合の具体的な前後策等については、麻雀の目なし問題を参照のこと。 表情のチェストも呼ばれるカーリングには、フィジカルスポーツでは珍しく投了に相当する。コンシードというルールがある。第6エンド以降に行える。点差がついて、残りのストーンを投げても逆転が極めて困難な場合、負けているチームが勝っているチームへ握手を求める。これを表明した時点で、最終エンドまで達していなくても試合終了となる。ありがとうございます。